タイでは、4年前のクーデターの後発した軍主導の暫定政権が、今年11月、ロに総選挙を行うとして民政復帰への道を示しましたが、上院は、事実上、軍の名声であることなどから、当面は軍の影、力が強く残る体制が続く見通しでした。では、4年前にクーデターを主導し、党の陸軍司令官プラユット氏が、軍主の暫定政権を率いています。プラユット、サダ首相は、民政復帰を進めるとしながら、具体的な見通しを示していませんでした。去年10月になって総選挙をこと、11月頃に行う考えを明らかにしまし、しかし、去年施行された新たな件では、総選挙後も、上院は5年間、事実、軍、指名した議員で占められることに、っています。また、現在も政党の祭りごと、かつ、はほとんどが禁止されており、クーデターによって政権の座を追われたタクシ派、どの主要政党が反発を強めています。